おい、クロちゃん、クロちゃん、お前、ユキリヌにキスしようとしたらしいってな。おい、それはダメだろ。おい、クロちゃん、セクハラはみんなで楽しくマナーを守ってやる、これが大前提だろ。クロちゃん、セクハラはこの世でやっていいやつと悪いやつがいる。俺はいい、まだいい。でも俺でもチンチンまでだ。チンチン言わせるのはまだオッケー。でもチューはダメだな。手の甲を握っちゃダメだ、クロちゃん。ウームに入ってんだよな、クロちゃん。一応さ、ウームのセクハラ枠ってのは一応花尾っていう、まあ、業務提携になってるから、まあ、そこの規約違反は大きいと思う、クロちゃん。ウームのセクハラ、ウームの闇は俺一人でいい、クロちゃん。でももっと悪いやつがいる。誰だ、それは誰だ。もう分かってんだろ、一番悪いのはクロちゃんのセクハラを良しとしたユキリヌのマネージャーナウさん、お前だよ。お前見てたんだろ、ユキリヌがクロちゃんに言い寄られてセクハラされてるところ、お前黙って見てたんだろな。どうして止めなかったんだよ、どうして止めなかったんだよなあ、ナウさん。確かにさ、お前仕事できるよ。少なくとも俺のマネージャーのワッキーよりかは全然できる。クリエイターの注文を聞き入れて実行する、それは普通のマネージャーにはできないことだ、ナウさん。でも今回の件に関しては全部お前が悪い、全部。ナウさんの業務不行き届き、これがお前の罪だ。まあ多分いずれウームの鎌田社長から処分が言い渡されると思うな。あナウさん、どうせクビにされるんだったらこっち来ないか。ナオさん、お前を救いたいな。一緒にさ、株式会社ホエ一緒にやらないか。今な、編集者足りてないんだよな。編集者が真面目なお前なら何だってできる。なんなら一緒に企画出ようや、ホエの方で。俺のサブチャンネル株式会社ホエ一緒に撮ろう。ヨーグルトの上澄み液、ホエのようにお前を救ってやる。よし、終わり。おはようございます。おはようございます。